こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師の岳先生です。今日はですね、鼻炎が悪化する生活習慣について解説していこうかなと思います。これからですね、チェックポイントをこちらで申し上げますので、特に鼻水が止まらないとか鼻炎で悩んでるんです、季節の変わり目にはというような方は、ぜひこのチェックポイントを見ていただいて、一つでも当てはまれば動画の後半で解説していく方法で改善が見込めてきますので、そちらをですね、最後までご覧いただければと思います。では早速チェックポイントですね、行きたいなと思います。それでは一つ目ですね、パソコン作業で前傾姿勢が多い。そして二つ目、首周りが空いたファッションが多い。三つ目、スマートフォンの使いすぎ。四つ目、枕の高さが合っていない。五つ目、運動不足。六つ目、ストレスを溜め込みやすい性格。はい、今ですね、6つチェックポイントとして挙げさせていただきました。これらにですね、1つでも当てはまる方っていうのは、やはりですね、鼻炎を悪化させる生活習慣っていうのがあります。で、この6つに共通しているのが何かというと、首のこりなんですね。首のこりです。はい、特にですね、この6つの中で、パソコン作業とかスマートフォンとか枕の高さ、運動不足っていうのは、なんとなく首のこりがイメージしやすいと思うんですが、首の周りが空いたファッションが多いっていうのは、これなんで首のこりにつながりやすいかというと、やっぱりですね、冷えるんですね。冷えるんです。やっぱり冷えるとですね、筋肉って固まる性質があるので、それが固まってきて鼻炎の原因になってくると。あともう一つ、ストレスを溜め込みやすい性格。これもですね、また違う動画に話そうかなと思ってたんですが、ストレスを溜め込みすぎると皆さんね、そのうつ状態、うつ病のような状態になってしまうと思います。で、うつ状態、うつ病の最初の一番の、兆候っていうのが首のこりですよっていうふうに言われてるんですね。なので、ストレスを溜め込みやすい人っていうのは、やはり首のこりを作りやすい。そんなことが分かってますので、こちらもチェックポイントに入れております。それでですね、先ほどから首のこりが鼻炎の原因ですよというふうな話をしているんですが、普通に考えたらなかなか結びつかないですよね。なんで首のこりが凝って鼻炎？みたいな感じになると思うんですけど、これはですね、東洋医学の視点からすると、すごく簡単なことなので、ちょっと解説させていただきます。まずですね、我々がですね、首のこりに気づいたのは、鼻が悪い方をたくさん見ていく中で、なんかこれ共通してるなっていうポイントがあったんですね。それが首のこりだったんです。なので、まず鼻が悪い人の共通なポイントは、首のこりがありますよっていうのがまず一つ。あとは、首のこりができてしまうと、なんで鼻炎になるかっていうと、これ熱が関わってるんですね。で、熱っていうのは、人間こうどっからでも、こう、暖かい空気ってこう上に行きますよね。それと同じように、こうバーッと頭の方にどんどん上がっていくんですが、下ろすときっていうのは、逆にルートって限られてるんですよ。それが、この首の、この後ろのところなんですね。なので、この首の後ろのところに、こりができていると、たくさん上がってはくるけど、下がるときにこりによってこう、通行止めみたいな感じになってしまうので、どん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 熱がこう渋滞していくんですね。これが熱がこもるって言います。で、この熱のこもりによって鼻炎っていうのが助長されていくんですね。熱がこもることによって粘膜が敏感になってしまって、それで少しの気温差とか少しのハウスダスト、少しの花粉とかにも反応してクシュンクシュンとか鼻水が出てしまう。そんなような仕組みになってます。なので、首のこりができると熱がここにこもってしまって、粘膜が普通の人よりも敏感な状態になってしまう。そんな風に考えていただければと思います。つまりですね、鼻炎を悪化させる生活習慣というのは、首のこりを作る習慣のことなんです。かといってですね、パソコン仕事の人がパソコンやめろっていうのかとかって言われると、それはもう絶対無理だと思うので、やはりですね、なるべくこう首がこりづらいような体を作っておく必要があるんですね。そのために一番大事なのが姿勢なんです。僕もね、首ちょっと凝りやすいんですけど、姿勢が猫背の状態だと首前出てますよね。すごい。そうするとね、この辺にすごく負担かかるんですよ、ここに。それよりかは、ちょっとまっすぐな方が首の筋肉にも負担がかかりにくいので、姿勢を正すっていうことが大事なんです。ただ、この姿勢を正すっていうのも、皆さん勘違いしているのが、胸を張りましょうみたいな、こんなスタイル。これは一見いい姿勢に見えるんですが、これは間違ってるんですね。美しい姿勢かもしれないんですが、体にいい姿勢ではないので、これはですね、体にいい姿勢を作るための簡単な方法がありますので、それをご紹介していきます。
これもですね、うちの動画で猫背の調整の動画がありまして、そこでもね、説明をしているので、もし興味ある方はご覧になってみてください。改めてね、方法をやっていきます。これは簡単です。まず、まっすぐ前に、手の甲上でいいです。手の甲上で、まっすぐ前に出していきます。そこから、ぐーっと肘を横に引いていきます。こんな感じです。こういう感じですね。はい。こういう感じです。そこから、肘を引いた状態から、手をぐっと伸ばしていきます。肘を伸ばしますね。そこからですね、くるっと手のひらを上に返します。そこから体の横につけていきます。そこから手のひらだけを自分の方にくっつけます。これで一回深呼吸。これだけです。これですね、いいところっていうのは、無理やり胸を張って、むしろ背中の緊張になっちゃうんですけど、それって。それがならずに、ピンとまっすぐな姿勢を作れるっていうところなんですよね。これね、もっといいのは、デスクワーク中にできるんですよ。デスクワーク中にこうやってやっていただくだけでいい姿勢が作れて、その後パソコンの仕事できるので、なんかちょっとパソコンの仕事長いなとか、そういった方はですね、ぜひこれやっていただいてもいいですし、普段立ち仕事の方っていうのもだんだん集中してるとこうなってくるので、あ、いけないいけないと思ってこれをやっていただく。かかる秒数としては本当に慣れてくれば2、3秒でできてしまう方法なので、ぜひですね、この姿勢を正しくしておくことによって首の凝りにくい習慣を作る、そして鼻炎が悪化しない生活環境を作っていくってことが大事になってきますので、今日はそこを紹介する動画になっております。こんな感じでですね、このチャンネルでは耳波動に関する情報を提供しておりますので、少しでもいいなと思っていただけたら、高評価ボタンと、チャンネル登録していただけると動画投稿のモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。